おはようございます「米大リーグにはジャッキー・ロビンソン・デーという記念日がある4月15日73年前に人種の壁を破ってデビューを果たした初の黒人選手の功績を称える日である終戦間もない1947年人種差別が公然とまかり通っていた時代だ。 祖父が奴隷だったロビンソンは遠征先で一人粗末な安宿をあてがわれた大量の脅迫状が送りつけられ試合では頭を狙った危険球が投げ込まれた俊足強打の内野手はそんな心が折れそうな日々を越えて新人王や MVP を獲得毅然とした言動で周囲の目を変えていった。 公民権運動にも影響を与え「不可能の反対語は可能ではない挑戦だ」との言葉を残した記念日には例年選手や監督コーチが揃ってロビンソンと同じ背番号42のユニフォームをまとう同じ番号でのプレーに観客席もこんがらがりそうになる。 先人への敬意を払いながらユーモラスで遮奪な一日になるはずだった急音のない春を迎えた今年は趣が違った試合の代わりに功績を忍ぶ動画や文章がウェブ上に数多く流れ彼の映画を作ったプロデューサーは背番号にちなんで420万ドル約4億5,000万円分の医療用品を寄付すると表明。 4万2,000食の無料配布を申し出た元選手もいた「地球を覆うコロナ禍からはスポーツも逃れられない」「だからこそアスリートは健康や生活への不安と先が見えない閉塞感に風穴を開ける行動と連帯を広げないといけない」「今年のロビンソンデーに改めてそう思った」「今日も」 笑顔で勤めさせていただきましょう。何万だ物、いつもありがとうございます。